ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回は、池袋から埼玉方面へ伸びる2つの私鉄線、西武池袋線と東武東上線の違いを解説していくぞ。池袋といえば、大ターミナルで、JR や地下鉄も多数乗り入れてるよね。池袋から埼玉方面に伸びてるってすごく似てるように感じるけど、どんな違いがあるか気になるよ。それじゃあ一緒に見ていこう。まずは、それぞれの路線について見ていくぞ。そういえばどんな路線か詳しく知らないから、そこからだね。西武池袋線は、名前の通り東京都豊島区の池袋駅から、埼玉県飯能市の阿賀野駅までを結ぶ、路線距離およそ58キロの西武鉄道株式会社の路線だぞ。西武といえば、大手私鉄16社の一つに数えられているよね。具体的にはどんな場所を通っているのかな？まず池袋を出た池袋線は、練馬区や、埼玉県所沢市、入間市など、ベッドタウンを多く通ってるんだぜ。通勤にはとっても便利かもね。また池袋線からは、複数の分岐路線が出ているぞ。例えば西所沢駅から分岐する、狭山線に乗ると、プロ野球の、埼玉西武ライオンズの本拠地である、ベルーナドームの最寄り駅、西武球場前に行けるし、池袋線の終点、阿賀野駅から先は西武秩父線となっており、観光需要も担っているぞ。マルチな用途があるね。この路線には何か特徴的な場所とかはあるのかな？それなら飯能駅でのスイッチバックだな。スイッチバックというと、一度駅に入った列車が進行方向を反転させて、進む方式のことだよね。確か急勾配の場所とかに設置されてたはずだけど、どうして関東にこの設備があるの？大きな理由としては、もともとこの路線は飯能が終点で、阿賀野への延伸は後にされたものだったことだな。そのまま阿賀野方面へ向かうと、入間川や天覧山に阻まれてしまうから、迂回して駒川沿いを通るために、スイッチバックの構造になったと言われている。そんな経緯があったんだね。でもそうなったら運行は大変そう。その影響から運行は池袋始発の列車で、飯能を直通する列車は少なく、直通するのは、特急秩父や、有料座席指定特急、エストレインなど、一部の列車に限られているんだぜ。そうだったんだね。それじゃあスイッチバックを体験するには、乗る列車を狙わないとね。関東だけじゃなくて、日本全体でも、スイッチバックのある駅は少なくなってきてるから、手軽に体験できて、ここはおすすめだな。続いて紹介するのは、東武鉄道株式会社の、東武東上線こと東武東上本線だぞ。東武鉄道も、西武同様大手私鉄の一つだね。この路線はどんな区間を通っているのかな？この路線は池袋を出ると、板橋区、埼玉県和光市、川越市、小川町、そして埼玉県北西部に位置する、寄居町の、寄居駅までを結ぶ路線だぞ。東武東上線の路線距離は、およそ75キロだ。西武池袋線よりは少し長いな。地名だけ見ると、東上線も埼玉のベッドタウンを通っているんだね。それだけじゃなくて、この路線も観光地輸送の側面を持っていて、川越は小江戸と呼ばれる観光地だし、終点の寄居駅で秩父鉄道に乗り換えて、長瀞、秩父といった観光地へも、アクセスできるぞ。秩父とか長瀞方面へのアクセスは、西武池袋線と競合しているのかな？その通りだな。さっき紹介した西武池袋線と、その先の西武秩父線は、秩父鉄道の秩父本線と競合しているけど、実は川越の輸送では、東武東上線は西武新宿線とも競合しているんだぜ。まさかの西武の別路線まで競合しているのか？ただ川越までの区間は、東武東上線は西武よりも直線的な線形だから、所要時間の面では、西武新宿線よりも東武東上線の方が短くなっているぞ。池袋駅から川越までのアクセスを比較してみよう。西武線だと池袋駅から新宿駅まで JR で移動し、西武新宿駅から西武新宿線で本川越駅まで向かう。IC 利用で、運賃は680円、所要時間は1時間30分ほどだ。西武新宿線は距離の割に安いのね。一方東武東上線で、池袋駅から川越市駅まで急行で移動すると、IC 利用で運賃は481円、所要時間は35分ほどだぜ。JR に乗る分の運賃を差し引いたら、運賃ではそこまで大きな差はなさそうだけど、所要時間では、東武東上線に軍配が上がるね。あと JR 川越線もあったわよね。池袋から川越までは JR を使うと、IC 利用で運賃は682円、所要時間は55分ほどだ。運賃でも所要時間でも東上線に劣っているから、そこまで競合関係というわけでもないぜ。ということは池袋川越間は、東上線一択だね。ちなみに運行系統に関しては、ベッドタウンの大井川町以南と、以北で分かれていて、さらに日中時間帯では森林公園で分かれているぞ。こっちでも運行の住み分けが行われているんだね。ちなみにこの路線の名前の由来わかるかな？
東は東京だと思うけど上ってなんだろう？東が東京由来なのは正解だぞ。上は、現在の群馬県の旧国名、神津家の国、が由来だぞ。あれ？東上線は埼玉県までの路線でしょ？どうして群馬県なの？それはもともとの構想では、群馬県を通り越して、新潟県長岡市までを結ぶ計画だったからだぞ。東武東上線の当初の計画に関しては、別の動画で詳しく説明しているから、この動画も見てみてくれよな。もし新潟まで延伸していたら、と想像した面白い内容になっているぜ。わかったわ。それじゃあここからは、様々な視点からそれぞれの違いを見ていくぞ。まずは、それぞれの路線の直通先について見ていくぞ。まずは西武池袋線からだ。一つ目は、秩父鉄道秩父本線だ。具体的には、どんな場所まで伸びているのかな？この路線は、東武伊勢崎線も発着する羽生駅から、熊谷やより、長瀞を経て、埼玉県最西端の駅である、三峰口までを結ぶ路線で、西武秩父線とは西武秩父で降りて、お花畑駅から乗り換えられる。お花畑なんてすっごく綺麗な名前だね。ちなみに、羽生、熊谷、寄居の各駅では、それぞれ東武伊勢崎線、JR 高崎線、そして東武東上線と JR 八高線と線路が繋がっているから、過去には臨時を含めて、たくさんの直通列車が走った経験もあるぞ。例えば高崎線との直通列車秩父や雲取、八高線との直通列車、八高秩父寺なんかがあるぞ。昔は直通天国だったんだね。話を戻して西武池袋線の直通先紹介の続きだ。そうだったね。都心側ではどんな直通先があるの？まず途中の練馬から、西武有楽町線という路線が分岐している。その終点小竹向原からは、東京メトロ有楽町線と副都心線に直通。有楽町線は終点新木場まで、副都心線方面は東急東横線、港未来線に直通して、元町中華街まで繋がっているぞ。副都心線側は、複数の鉄道事業者が相互運転を行っているんだね。ちなみに有楽町線は、和光市から新木場までの路線で、池袋や永田町、豊洲なんかを通る路線だ。副都心線は小竹向原から渋谷までを結ぶ路線で、東急東横線は渋谷から横浜駅を結ぶ路線、港未来線は横浜駅から元町中華街駅までを結ぶ路線だ。多くの編成で副都心線、東急東横線、港未来線を相互直通運転しているぞ。長い距離を直通運転しているんだね。次は東武東上線だけど、実はここの直通先は西武池袋線と大きく変わらないぞ。え？それはどういうこと？まず途中の和光市から分岐しているのが、東京メトロ有楽町線、副都心線で、その後小竹向原で西武と合流すると、西武池袋線と同じように、有楽町線や副都心線、東横線、港未来線と直通運転を行っているんだぜ。まさかの全く一緒なんて。いやいや、全く一緒なわけじゃなくて、西武池袋線とは一つ違うところがあるぞ。どのような違いがあるの？実は東急東横線の日吉から先は、2023年3月開業の、東急新横浜線が分岐していて、東武東上線の列車は、日吉、新横浜を結ぶ東急新横浜線にも直通し、さらに新横浜から先、西山での相鉄新横浜線に直通している。泉野線に直通すれば湘南台に、本線に直通すれば海老名にも行けるぜ。実は新横浜線への直通は東武線のみで、西武では直通運転はしていないんだ。それって話題になってた相鉄東急直通線ってやつだよね。その通りだな。相鉄東急直通線の直通は、一度このチャンネルの動画で取り上げたから、そっちもぜひ見てくれよな。東武東上線では、東海道新幹線に乗り換え可能な、新横浜駅へ直通できるメリットを強く推している。埼玉から東海道新幹線に乗るのに、東京駅まで出るより新横浜駅から乗った方が便利で早くなったのね。西武線が、相鉄、東急直通をしなかった理由としては、利用者が少ないことが見込まれる、からだそうだ。なるほどね。両者の戦略は異なるのね。でも両者の直通先を見たけど、大きな違いは秩父鉄道と相鉄の直通で、西武池袋線は秩父鉄道には直通していて、東武東上線は逆に相鉄に直通している感じだね。東武東上線は直通こそしていないものの、秩父鉄道には徒歩で乗り換えられるけどね。裏を返せば、渋谷や新宿、横浜といった東京都市圏の都市からは、どちらも簡単にアクセスできるから、同じような便利さとも言えるな。それじゃあ次は車両の比較をしていくぞ。私鉄といえば、長く車両を使ってるイメージだけど、どんな車両があるんだろ？それじゃあ最初は2路線に共通する車両を見てみようか。違う会社なのに共通する車両なんてあるの？さっきも言った通り、同じ路線への直通を行っているから、
東京メトロとか東急東横線の車両に関しては、同じ車両が入っているんだぜ。なるほど、そういうことね。具体的にはどんな車両がいるのかな？まず東京メトロの有楽町線、副都心線用の1万系と1万7000系、東急の5000系と5050系、5050系4000番台、横浜高速鉄道の Y500 系の3車6形式だぜ。東急の車両は似たような名前が3つもあるけど、どんな違いがあるのかな？まず東急5000系は、もともと東急田園都市線向けの車両として、2002年から営業が開始された車両だけど、その中でも4編成は東横線に転属して、8両編成で運行されているぞ。田園都市線からの転属組が5000系ってことは、5050系はもともと東横線向けに作られたのかな？そういうことだ。一方の5050系は、8両編成の東横線向け車両で、さらに4000番台は、10両編成のものを区別するためについている番号だぜ。そんな違いがあるんだね。それじゃあ本題の西武池袋線と東武東上線、それぞれでしか見られない車両を解説するぞ。そうだった。そっちがメインだったね。まずは東武東上線だ。直通運転対応の9000系、9050系、5万70系。地上運用専用の8000系、1万系、1万30系、3万系、5万系、5万90系の、計、9形式だぞ。あれ？相鉄線にも直通してるのに相鉄の車両はいないの？そうだな。相鉄車は東京メトロの和光市までは入線するけど、そこから先は機器の関係で入線ができないんだぜ。そんな事情もあるんだね。それじゃあ改めて旧形式もいるけど、一体どの形式が一番古いのかな？やっぱりそこが気になるんだな。東武8000系が最も古い車両で、製造開始が1963年。東上線を走る車両の中で最も古いものは、1978年製造で40年以上が経過しているぞ。1978年、さすがにすごすぎ。ちなみに東武8000系は合計で712両が製造されていて、JR と国鉄を除く私鉄の車両で、最も製造された系列なんだぜ。そんな記録まであって、まさに期待の名車じゃん。東武8000系は池袋に行ったら乗れるのかな？いや、実は今東武8000系が走るのは、東上線内だと森林公園、小川町間だけだぜ。なるほどね。今度乗りに行こうかな。ちなみに野田線や伊勢崎線みたいに、東上線以外でも走ってるから、もし乗るときは、近くの運用を調べてみるのがおすすめだぜ。それじゃあ次は西武池袋線だな。西武池袋線にも古い車両はいるのかな？その前にまずは一気に紹介するぞ。東京メトロ直通と優等列車に用いられるのが、6000系と4万系。西武秩父線と秩父鉄道線への乗り入れを担う4000系。そしてその他にも、新2000系、2万系、3万系。さらに特急型車両001系の、K7 形式が走っているぞ。特急型だと？そんな車両があるの？そうなんだ。通称ラデューと呼ばれる001系は、今までに見たことのない新しい車両をコンセプトに掲げ、2019年にデビューした車両で、池袋からより、西武秩父方面へ向かう有料特急、武蔵、秩父として運用されてるぞ。優先系の車体に大型の窓、この車両すごく眺めが良さそう。シートもソファーのように包み込むデザインで、すごく快適なんだぜ。これは乗ってみたい。料金はどんな感じなのかな？最長乗車になる池袋、西武秩父間で、乗車券に追加900円で乗れるぞ。900円。JR の特急料金とかよりも安いわね。ちなみに池袋線で一番古い車両は、1988年製造開始の西武新2000系で、実際走っている車両だと、1991年製造の2069編成だぞ。30年以上稼働してるのもすごいけど、さすがに古さ対決は、東上線の東武8000系の勝ちだね。ただ西武池袋線には唯一無二の特急がいるから、そこは優劣がつけられないよな。それじゃあ車両の比較の次は、沿線の比較をしていくぞ。沿線の比較って、具体的にはどんなものを見ていくの？今回は株式会社リクルートの、不動産、住宅サービスとして有名な、スーモのコラムニュースサイトである、スーモジャーナル編集部による、西武池袋線と東武東上線の沿線に住むユーザー、各150人に実施したアンケートの結果を見ていくぞ。そんなアンケートがあったのか。実際の沿線に住む人の声は説得力があるよね。それじゃあまずは、各沿線のユーザーの、気に入っているところの結果を見てみるぞ。まず両者1番と2番は同じで、どこに行くにも便利と、他の沿線に乗り換えしやすいだったぜ。どちらの路線も直通先が豊富だもんね。逆に結果が大きく分かれたところを見てみると、遅延が少ないは西武 25.9% に対して、東武 6.4%、乗客のマナーがいいが西武 15.1%、東武 3.5%、
電車内が綺麗が西武 20.9%、東武 6.4% などがあるぞ。これを見ると西武池袋線の方が設備が良かったり、治安が良かったりするのかな？それを裏付けるのがもう一つの質問、改善してほしいところで、東武ぶっちぎり1位の 36.7% が、悪天候時や事故など遅延が多い。それ以外にも、駅のエスカレーターやエレベーター、乗客のマナーの悪さ、車内の汚さを挙げる方が、西武に比べて多くなっているぞ。設備に関してはやっぱり西武優勢だけど、東上線はそんなに遅延するの？いや、実は朝の時間に関しては、西武池袋線の方が東武東上線より遅延していて、2018年度のデータになるが、1ヶ月の平日20日のうちの平均遅延証明書発行日数は、東上線 3.5 日に対して、池袋線 11.5 日なんだ。あれ？アンケートの結果とは真逆じゃない？まず東武東上線ユーザーは、西武池袋線ユーザーの事情はわからないから、あまり他と比較して遅延が少ないと感じにくいことも考えられるし、東武東上線の場合、北部で遅延の足止めを受けると、振り替え輸送を受けることが難しくなってしまい、足止めの影響を強く受けることも考えられるね。確かに東武東上線だけをよく利用する人にとってみれば、他の路線と比べるわけじゃなくて、体感的に多く足止めを食らってるから、こんなアンケート結果になったとも言えそうだね。アンケートを通して、池袋線に比べて、東武東上線の方が設備面で引けを取っているけど、西武池袋線沿線の方が、遅延に対して寛容であるのがわかるな。ただそれでも両者ともにどこに行くにも便利で、他線への乗り換えが容易で、圧倒的に住みやすいのは伺えるよね。ちなみに住みやすさに関連して、それぞれの沿線の平均家賃について、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会のデータによると、池袋から10分圏内だと、東上線は 6.66 万円、池袋線だと 6.78 万円、20分圏内だとそれぞれ 6.03 万円と 6.61 万円で、数値的には東上線の方が家賃が安くなっているぞ。なんと、家賃には意外と開きがあるんだね。傾向的には東武東上線は、池袋から距離が離れると大きく家賃が下がったから、それぞれの家賃や給与に合わせ、ニーズに合った場所に住むことができそうだな。続いては各路線の利用者数の比較だ。ここでは、2022年度の1日の平均利用者数を見てみるぞ。まずは西武池袋線、東武東上線どちらも通っている池袋駅で比較してみよう。西武池袋線池袋駅は、およそ 39.7 万人。東武東上線池袋駅は、およそ 38.8 万人だ。池袋駅には大きな差はなさそうだね。次に西武池袋線練馬駅と、東武東上線東武練馬駅だと、西武池袋線練馬駅は、およそ11万人。東武東上線東武練馬駅は、およそ 5.2 万人だ。練馬駅だと西武に軍配が上がるのね。ただ練馬駅と東武練馬駅は、かなり距離があり、徒歩でおよそ1時間も離れている。おまけに東武練馬駅は練馬区ではなく、板橋区にあるんだ。駅名詐欺じゃない。そして路線ごとの、全駅の1日平均利用者数を合計すると、西武池袋線ではおよそ131万人、東武東上線ではおよそ173万人と、東上線に軍配が上がるぞ。どちらも譲らないわね。ただ路線距離も駅数も違うので、このままだと不公平だ。それぞれの路線上の駅の、1日の平均利用者数を算出してみると、西武池袋線がおよそ 4.4 万人、東武東上線がおよそ 4.4 万人となり引き分けだ。これはもう勝負がつかなかったと言ってもいいわね。今回は、西武池袋線と東武東上線の違いについて見てきたけど、どうだった？最初は大手私鉄で、池袋が支店、終着は埼玉ってことで、両者の違いは分かりにくかったし、実際見てみると、直通先や秩父方面への観光需要、他社からの乗り入れ車両、沿線の住みやすさみたいに、設備や運行、秩父地方以外への需要や、周辺の家賃、使用車両のように違いもたくさんあって、それぞれの特徴も明白になったよ。相鉄東急の直通も始まって、ますます注目度が上がっている路線たちで、住むのにも最適な沿線になってるから、これからも注目だぜ。もし紹介してほしい同じような区間を走る路線があったら、コメント欄で教えてね。さてこのチャンネルでは、交通に関する話題を、解説形式でわかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録、高評価が励みになります。また他にも取り扱ってもらいたい話題がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。